崩れないためにやっぱりこの保湿が重要になってくるので、新生児にもおすすめ時短でできるナチュラルメイクをやっていきます。まず顔の産毛の処理をしていきます。顔全体にシェーバーで目周りと口周り、産毛があると肌が黒ずんで見えやすくなったりするので、その肌のトーンを少しでもトーンアップするために産毛をしっかり処理していきます。顔を軽く全体的に産毛をしっかり取っていきます。次に保湿をしていきます。で、化粧水も結構たっぷりめにコットンに取っていただいて、でまずは叩き込むように化粧水を全体に、イメージとしては叩いて肌を冷やしてあげる。でこの目の上だったりとか、目開けてみてください。目の周りも結構乾燥しやすかったりするので、しっかり保湿してあげて、あとは鼻周りと口周りも忘れないように。崩れないためにやっぱりこの保湿が重要になってくるので、しっかり叩き込んで肌を冷やしていきます。次は乳液なんですけど、手に少し出してあげて、おでこと鼻、頬、顎先、顔全体につけてあげて、こうパフで叩き込むような感じでのせていきます。下地を使っていきます。これもしっかり、まずはおでこと頬、顎先、鼻にのせてあげて、でこの下地をつけてあげることで肌をきれいに見せてくれるので、下地はなるべく使うようにしていただいて、これも叩き込むように内側から外側に伸ばすというよりは、ちょっとこう叩き込んで目周りにもしっかりつけます。コンシーラーを使っていきます。でコンシーラーでまずはこの小鼻周りのちょっと赤くなってるところとか、あとニキビだったり、こういう小さいところ部分を軽くコンシーラーを取ってのせていきます。トンとのせる感じで気になる場所にのせてあげて、でこういう赤みがあるところとかは少しこういう緑だったりとかの補色を使って髪を少しカバーしてあげます。でこれもあまり広げる感じではなくて、どちらかといったら叩く感じで頬の赤みを消してあげて、で置いてあげたコンシーラーはなるべくこのポイントのところはあまり叩かないで、どちらかというと周りをこうなじませてあげる感じで、ファンデーション塗っていきます。でこのくらいを出してもらって、これをまた4点に置いていきます。まずはおでこで、頬と顎先、鼻にのせてあげて、なるべく内側から外側に向かって伸ばす感じでやってあげてほしくて、叩いて内側にこう叩き込んでいる感じで、しっかりこの際の部分も忘れがちなので、際の部分までしっかり内側から外側を意識して擦る感じではなくて、叩いて角を使って、鼻の角とかもしっかり押さえていきます。頬も内側から外側に叩き込むイメージ でしっかりここの顎の輪郭の部分も結構ファンデーションの伸びムラだったりとか
出やすいので、この顎の少し先ぐらいまでしっかりこうなじませて伸ばしてあげます。あとは目の周りも結構忘れがちなので、目の周りと眉毛の部分も、その後に眉毛描いたりとかファンデーションをのせるので、少ししっかり押さえてあげて、目の下もですね、目開けてみてください。この部分にもしっかりのせていきます。この時もやりにくいと思うので、角を使ってやっていきます。パウダーを軽くのせていきます。鼻周りだったりとか、あとおでこ、 T ゾーンだったりとか、テカりやすい部分を中心にのせていきます。次は眉毛をやっていきます。眉毛はこういうパウダーとこのペンシルを使ってやっていきます。眉毛の形を決めていきます。で、最初に眉頭の位置、次に山になる眉山の高さ、大体この目の黒目の外側の高さ、最後に眉尻、目の端と口元の延長線上で大体この辺にパウダーでぼかしながらこの点を打った位置をつないでいきます。眉頭はしっかり描きすぎると不自然になるので、あまりいじらないで乗せてあげる感じで、眉毛の色は自分の髪の毛より明るめの色を使った方が自然に見えます。バランスを見ながらこの下側も足していきます。次にアイシャドウを綺麗にナチュラルに見えると思うので、こちらのブラウンの明るめのアイシャドウを使っていきます。いきなりのせると結構のせすぎちゃったりするので、手でちょっとなじませてからのせていきます。アイホール全体にこの明るめのシャドウをのせていきます。伸ばそうとすると乗っからないかったりするので、置いてあげる感じの方が綺麗に発色します。暗めのシャドウをこの幅くらいの位置に乗せていきます。境目の部分を少しこう指で軽くぼかしてあげた方が自然になじみます。で、最後に締め色で目の際に少し濃いめのシャドウを乗せていきます。境目をなじませてあげると自然になります。で、目の下側の部分は暗く見えがちなので、最初にのせた明るめのものを際から下側に軽くこうのせてあげます。次にアイラインを引いていきます。アイラインは少しナチュラルな方がいいので、ブラウンを目尻の方だけ自然にこの目の高さに合わせて、ビューラーはまずは根元から挟んであげて、そのまま軽くキュッキュッキュッと上に上げて抜いていく感じでカールをつけていきます。マスカラもしっかりこの根元から上に向かってなじませながら塗っていきます。下まつげも軽くちょっと立体感とツヤ感を出したいので、ハイライトを入れていきます。で、ハイライトを入れる位置が、まずは鼻のこのライン、鼻を少し高く見せてあげて、ここに軽くスーッと乗せてあげて、あとはこの辺にツヤ感欲しいので、この辺に乗せるのと、あとこの目の周りのくの字に乗せてあげた方が目周りもこう明るく見えて、こうくの字に軽くポンポンポンと
のせていきます。であまり多分のせすぎるとなんか逆に不自然になるので、この辺も鏡を見ながらちょうどいいくらいに少しツヤっぽく自然な感じにのせてあげて、あとは少しこの鼻の口の上と顎先に軽くポンポンと乗せてあげるといいです。では次にリップを塗っていきます。リップはまず保湿してあげるリップと、あとこっちの色付きの少しナチュラルなちょっと赤ブラウンっぽい感じの自然な色のリップを使っていきます。でまずは唇の保湿から、保湿で何でもいいのでリップをのせてあげて、で少しなじませてもらって、その後に色のリップをのせていきます。最後にチークを入れていくんですけど、自然なのは結構こういうブラウンのラメが入ったものとか、あとはリップの色に合わせてリップを軽くこう頬に叩いてあげる感じでのせてあげてもいいんですけど、今日はこのブラウンにちょっとラメが入った自然な方をこの頬のあたりに上に向けて、あまり丸く入れるというよりは少しこう上に長く叩いてあげてぼかす感じでトントントン、位置を見ながら乗せてあげてください。